を制圧し蜀を鎮める。まずは城を包囲せよ。蜀に遠慮はなしだ。攻めて攻めて攻めまくるぜ。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちゃおうぜ。ここで敵を食い止める。命を捨てる覚悟で守れ。ぶち飛ばせ北条城内行き。一人でのこのこ現れるとは決しても遅いぞ。邪魔が入ったな。速やかに排除せよ。
城になだれ込め。その首もらい受ける。いざ。貴様らなどに職を滅ぼさせはしない。ここは私が守る。するのも時間の問題だ。今のうちに本陣を狙う部隊を撃破して。私を差し置いて目立つとはいい動き。この一撃は効くぜ。はっはっはっ。戻って策に落ちた。なんか必死に戦っているな。そうだ、私も見てこよう。リュウさん、お引きください。あれが脅威度の策だ。皆が諸君のために、一人仲間外れにしないでほしい。王城到来駅。どうしてリュウゼン様が出てきてしまうんだ。リュウゼン様、私じゃなかったと思うけど。のこのこと龍禅が出てくるとは。アングな皇帝を持つ諸君の民、王城到来駅。やつを撃てばこの戦は終わる。みんな突撃せよ。猛烈な人へ。ここは引く。公園殿の無念を晴らせ。
何かあったら諸君、この炎で侵略者どもを焼き尽くす。さすが異動の太郎、過去を現状生産。ここか、無謀な奴だ。後悔しても遅いぞ。私が守らねば。一刀か、大砲連弾。敵将撃ち取ったぜ。加工派殿、ベッドなんと輝かしいご活躍。ああ、眩しすぎてボキュー炎を起こしそうだ。さあ来やがれ、お前の絶対ひねりだ。生徒は完全に抑えた。紹介、洛陽に帰還し戦勝を報告せよ。了解です。洛陽はよく知っていますからね。